どうもお疲れ様です、ナミさん。まあ低次元な動機で始めると稼げるみたいなのね、まあ、確かにね、私も思うんですけど、欲望に正直になると最もゴールに近づきやすいかなと思うんですよ、うん、それがですね、二次情報っていうんですか、手に入らないことの言い訳を覚え始めると達成しなくても大丈夫になってくるわけですよね。まあ、お金だけが全てじゃないよっていう人はね、山ほどいるんですけども、それは、まあ、お金をね、稼いだり使ったりし尽くしたら分かることであって、まだね、月末の支払いに四苦八苦してる人が言うことではないかなとは思いますね、うん、なんか月にね、やっぱりこう扱える金額が10万とか20万の範囲だと、まだお金に関しては全然理解できてないのかなと。で、月に100万200万稼ぐ人の10分の1ですからね、まあ、そうなってくるとやっぱりこうお金を稼ぐ使う経験値ってものが、まあ、ほとんどこう体制を決めるかなってところで、最近もあれですよね、電気代の高騰に対する動画をいくつか出していくと、やっぱりそれに対するね、アクションっていうのが市場の方から集まってくるわけなんですよ。で、実際にそのお金を払ってる人はむちゃくちゃシビアなんですけども、ただ使ってるだけの人ってあんまり気にしないんですよ。で、そこのギャップが家族の中でも生まれてきたりとかして、で、まあいちいちね、細かいことというのも、なんですかね、すごく圧力を生むんですよね。例えば電気こまめに消そうよとかね、で寒いんだったらちょっと着るもので工夫しようよって言ったら、いやそんないちいち耳ちいこと言ってらんないって言われるんですけども、だったらお前が払えよって話になるじゃないですか。そうなってだんだんこうカチンコくるみたいなね。でもシンプルに考えて、本当になんかこうお金を稼ぐってことは自分の生命とか知恵とか全知全能を使ってるわけなんで、それが無駄にされるってものすごいダメージだと思うんですよ。そういうこともあって、まあ、問題はね、やっぱりこう困難だなと思いますよね。で、シンプルに一人暮らしの方はすごくコントロールが効くんですけども、やっぱこう2人以上で暮らしてると自分の知らない間にかなり消費されていたりとかね、しますんでね。で、これがだから永遠に続くわけですからね。電気代高騰しましたって値下がりしますってことはないわけですから、それこそ恐ろしいなと思うわけなんですよ。で、それからね、5日日曜日にね、うちの父の誕生日80歳でが来たんですけども、まあそうですね、これよく言うことなんですけども、あと10年はどうかなとかね、寿命ですよ。10年経ったら90ですから、そう考えていくと全てのものに締め切りがあるわけなんですけども、私もね、あと10年はもう別にもう稼がなくてもいいかなと思ってるんですよ。でもね、やっぱ家族がいますんで、私一人が稼ぎ手だったら60過ぎてもやらないといけないかなっていうところもあったりとかね、それはやっぱりこう誤算でもあるところなんですけども、まあ当然起きるべきことなのかなっていうところもありますしね、まだなんかそれに全力投球できてるうちはいいんですけども、どっかでね、こうなんか休憩したいなとかね、趣味に走りたいなって気持ちになったら危ないですね、で、そうそう、もう去年そのもう何度かお話ししましたけども、がんの疑いがね、私の体に出てきて、で検査に行かせてもらったんですけど、その時は結局何も数値が出なかったんですよ。で、3ヶ月ぐらいしたらもう1回来てって言われたんですけど、あれ以来行ってないんですけどもね、もうあれから1年近くになるんですよ。もうほんと丸1年ぐらいなんですよね。で、もしかしたらこれはと思うところがやっぱり出てくるんですよ。でもう怖くていけないですね、こっからは。あれだったらもういつの間にか自分の意識もしないうちに、こう、なんかね、そう、吉谷さんもなんかね、最近がんの疑いがあって、怖いですね。吉田さんのなんかそのお知り合いもがんでお亡くなりになったみたいなんですけども、私もね、長い付き合いの友人が死んだんですよね。1個上だったんですけども、十数年の付き合いだったんですけども、なんかがんで入院したってのはね、大腸がんで入院したってのは知ってたんですけども、なんかこう分かってることとはいえ死んでしまったのかと思うと、なんかちょっとね、羨ましいような気もしますね、なんかね。まあでもね、なんかこう少しでも楽しく長生きしたいなっていう気持ちのちょっと隙間に、ああなんかそれもそれでいい人生だったのかなというふうな気持ちが出るっていうのは、ちょっとこう弱気になっているんでしょうかというところでございます。まあなんかね、こう死を意識するって必ずしも悪くないですからね。永遠にこの時間が続くと思えばだらけたりとかサボったりとか、それこそ欲望のままに生きられなかったりしますけど、
やべえな、いつまでできるか分かんないなと思ったら、やっぱりこう全力で生きていけるかなってところもありますし、遊んでる暇ねえなっていう気持ちにもなりますしね。さあその辺はいかがでしょうかということが、今回のこれは舞姫大学の講義でも何でもないですね、ぼやきでございます。たまには私の方からぼやきをお送りしました。それじゃあ。